こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、あまり嬉しいニュースというか、その皆様のこうご期待に添えるようなニュースではないんですけれども、レバノンですね、レバノンといえばゴーンさんが逃亡されたことで一躍今年の初めに有名になった国なんですけれども、そのレバノンがですね、ロックダウンを開始したっていう、今更みたいな感じなんですけれども、それについてですね、皆様と情報を共有したいと思ってこの動画を撮りました。それでは参ります。まず最初にですね、新規感染者数ですね、一体ロックダウンするぐらいですからどうなっているのかということなんですけども、これ見てください。レバノンはですね、非常に状態が良かったんですね。ところがここに来て急にこう感染者数が増えてきたということなんですね。新規感染者数の最新データが7月31日ですね、昨日ですね、昨日で129名、その前にはですね、もうちょっと180名ぐらいまで行った時もあったんですけど、そんな感じですね。129名でロックダウンするみたいな感じなんですけれども、レバノンの人口というのがですね、大体600万人ぐらいなんです。これはですね、日本からしてみると20分の1なんですね。日本が1億2000万なので。ということはですね、大体130人として、それを20倍するとですね、2600人ですね。日本全国で昨日1500人いくかいかないかっていうレベルでしたから、レバノンにしてみればもうそれをはるかに超えている、もう2000人ぐらいになっているような状況に近いわけですね。ですから日本でもですね、もう1500人を超えているような、超える超えないという状況で、いろんなところがですね、都道府県が緊急事態宣言を出したりですね、政府もね、どうしようかと考えていたりっていうのは、動きが結構激しくなってきてますので、このレバノンもですね、国家的にロックダウンを始めたということなわけですね。レバノンというのはですね、この地中海に面しているところで、上がですね、トルコです。それから実際に国境接しているのはシリアと、それからヨルダン、そしてこの辺り、イスラエルとかですね、ちょっとこういろいろきな臭い地域にある、町なんですね。で、レバノンそのものはですね、その中東なのに砂漠がほとんどない国ということでですね、結構珍しい国、雪も降るので実は素晴らしいスキーリゾート、前回のちょっと動画でもご案内したことがあるんですけれども、素晴らしいスキーリゾートがあるんですね。でこれですね、マリーナ地区にある、非常にこう発展したエリアなんですけれども、いわゆる昔の、90年代ぐらいだったと思うんですけども、レバノン風内戦ですね、レバノン内戦をご存知の方は、こんな感じなのって思われるかもしれませんが、ドバイじゃないのみたいな感じなんですけれども、レバノンもこういうところがあってですね、町自体は非常に発展しているんですね。そういうことでですね、そういうことってわけじゃないんですけれども、レバノンはですね、その先ほどご案内させていただいたような新規感染者数が急激に増加をしているということを、に基づいてですね、7月30日、2日前ですね、おとといからロックダウンを開始しました。断続的にではありますけれども8月10日まで続きます。このロックダウンはですね、フランスとかアメリカとかっていうふうな感じの厳しいロックダウンではないんですね。車の通行も許可されておりますし、いわゆる不要不急の外出はしないでくださいっていうところなんですけれども、日本みたいに甘くはないですね。もうちょっと厳しめです。ですから街は非常に静かになって、で出てくる人は少ないだろうという、そんな感じなんですね。で一応8月10日までということなんですけれども、状況が改善しなければ当然延長もあり得るだろうと思います。もともとですね、レバノンは8月30日31日まで、総動員法という法律が施行されておりまして、とにかくこのコロナに対しての対策というのを取っているんですけれども、先ほどのチャートでもですね、ずっと低かったんですけれども、ここ1週間ぐらいで急に増えてきたので、それでロックダウンもするっていうことになったわけですね。行かれたいと思う方は多分いらっしゃらないと思うんですけども、今ここでもし行かれるとするならば、新しくロックダウンを始めたレバノンとはどういうところかということで、ジャーナリストとか報道の方が行かれる可能性があるかと思うんですけども、もしその場合はですけれども、出発の96時間以内になってから4日前ですね、PCR 検査の陰性証明、陽性だったらもちろんダメですけども、陰性証明を、出さなければいけないということですね。それからこのレバノンの保健省のですね、健康状態申告表というのがあるので、これに記載しないといけないんですね。これは空港のカウントで配られるか、または事前にですね、ダウンロードできるので、それをプリントアウトして記入しておくということですね。
でですね、その後到着した後もですね PCR 検査があるんですね。これは自費です。で50米ドルなんですけれども、まあ、航空券と一緒に航空会社に払って航空会社が払うという感じになるわけですね。でそのPCR 検査の結果は48時間程度で出るので、まあ、その間は自己隔離というふうになると思います。まあ、ご予約されてらっしゃるホテル、まあ、レバノンにご自宅があるゴーンさんのような方はもうご自宅にいらっしゃるわけ、まあ、レバノンさんゴーンさんは外から来るわけじゃないですけれども、レバノンに自宅がある方はご自宅ですね、ない方はホテル予約されてらっしゃるので、そのホテルで、まあ、ちょっと48時間巣ごもりしていただくと。まあ、それでですね、まあ、陽性であれば連絡が来て、まあ、必要なところにまあ連れて行かれて入院っていうふうになると思いますし、陰性であればまあそのままどうぞご旅行を続けくださいっていうふうになると思います。ですから出てはいけないというところまでは行ってないんですけれども、まあ、いつ連絡が来るかわからないので、ちょっと食料とかですね、買い込まれて48時間巣ごもりされるのが、まあ、行かれる前ですけどね、よろしいかと思います。まあ、もし行かれるっていう場合はですね、まあ、日本からは今エミレーツ航空、カタール航空が現在運航中です。毎日ではないですけども週4便ぐらいのレベルで運航しておりますので、ベイルートですね、到着が可能です。でですね、レバノンへの入国ビザというのが必要なんですけれども、これは空港で取れます。いわゆるオンアライバルビザというものですね。ですから何の必要も準備の必要はありません。写真もいりません。そのまま空港に到着されれば、ビザが発給されると。それからですね、もちろんパスポートの残存期限は少なくとも6ヶ月は必要になりますので、あと見開きの空白ページが2ページ以上ですね。これは一応確認をし、行かれる方はですね、確認をされておいてください。今行かれても結局ロックダウンなので外に出られないですし、街はシーンとしているので面白くないですよね。もし行かれたとしてもですね、最後はこれですね、外務省の渡航勧告レベル3、中止勧告ですね。これはあくまでも勧告だって命令ではないので、言ったからといってそれによる法的なお咎めというのは何もありません。ただですね、この帰ってきた時ですね、ご帰国時の PCR 検査、これは逃げられないので皆様受けていただきます。そして陰性であれば14日間の自宅待機、陰性でも自宅待機なんですね。でこれはご自宅までは公共交通機関使えないので、ご家族の方とか、会社の方とかに迎えに来ていただいて、お車でですね迎えに来ていただいて送っていただくと。陽性であったらもちろんこれも入院とかも療養になりますので、これはもうちょっと論外という感じですけれども、とにかく帰ってきた時は少なくとも14日間の自己隔離が必要になるということなんですね。今回はですね、あまり嬉しいニュースではないんですけれども、レバノンがロックダウンをしたとということなんですね。ただですね、今日本もそうですし、ヨーロッパのいくつかの国でもそうなんですけれども、ちょっと第2波と呼べるかどうかは分かりませんけれども、感染者数の方が増えてきている状況が、実際にはそういうふうになっているんですね。でヨーロッパのいくつかのところで、ロックダウンとは言わないまでもそういうふうな近い状況になったりですね、ここのエリアからは入ってこないでくださいみたいなことも若干始まっていますので、日本もですね、人のことを言えないような状況なので、今後ともにですね、手洗いとかですね、消毒とかですね、いろんな対策を取って、この抑え込みにみんなで協力していきたいと思います。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。